大家七平四内大家七平から1929年1月29日は、明治、大正期の開事実業家、政治家、貴族院多額の大勢社議員、旧姓後悔、船持商人、四代広海にサブローの息子として、加賀国江沼郡瀬越村で生まれた。同じ瀬越の有力船持商人、三代大家、七平が1886年に死去し、 その死跡を継いで四代大化七平を襲名した。拠点を大阪に移し、持ち船の汽船への転換を進めた。1896年定船省より新潟とウラジオストク間、函館とコルサコフ間の航路を開設。1902年には汽船2隻、西洋型ホブネ5隻を所有していた。1903年大化商船防止会社を設立して代表社員となる。 日露戦争には御用船に基船三隻を提供した。1907年鉱山業を開始し、1921年大化商事を設立した。その他、日本海上保険取締役、大阪ガス社長、日本海運業同盟会阪神支部委員、大阪商工協会名誉会員などを務めた。1911年石川県多額の税者として、 貴族院議員にご選され、同年9月29日から1912年5月23日まで在任した。1929年1月、大阪で死去した。ありがとうございます。